藤谷蓮治郎です、今日はライブ版トーク、ライブ版を聞いて私の方で音は音源は出しませんけどお話ししている企画です、ライブ版トーク第2弾として野口五郎さんの五郎院日生シアター1978年の音源を使いながらお話をしております。音源の方は一切 YouTube には載せませんけども、今日はここまで参りました。これ2枚組の CD なんですけども、それの5曲目になります。私鉄沿線という曲、というのも白々しいですが、まあ、五郎さんの代表曲と言っていいと思うんですが、その私鉄沿線です。今はね、テレビ番組に出ると大体この私鉄沿線が、まあ、代表曲とされていますが、C 曲は、まあ、五郎さんのお兄さん、それから山上さん、そして今回ずっと言ってますけど、ステージの音楽監督が庄司治先生なんで、これも庄司治先生のアレンジということになっています。ただですね、このアレンジと言いましても特に変わったところはないんですけども、オリジナルから距離のある演奏というのは特にないと思うんですけど、印象的に変わってないんですけど、短くはなってます。前の3曲、ここまでの3曲がみな短めの、甘い生活、泣き上手、私鉄沿線までちょっと短めにポンポンポンと来てます。ただですね、この音を聞いた時にはっきりわかるのは、やはり私鉄沿線はこの当時から、五郎さんのファンにとっては大きな曲だったんだろうなと思います。印象的な出だしの、ギターの音が響いた瞬間に、おおっていうのが会場から聞こえてきますから。しかし、まあそれがテレビで常にこれが取り上げられるから、よっぽどの圧倒的な代表曲っぽく見えるのが、まあ一般的な野口五郎イメージなんですけども、だと思うんですけど、そんなに突出した感じじゃないかなと。甘い生活とかでもかなりおっていうのはあったような気がするので、まあ全体のその館内の空気が動く感じがありましたんで。で、また売り上げとしても、基本的にはナンバーワンの売り上げは甘い生活で、その次がこの私鉄沿線になるんですね。代表曲であるのは間違いないけども、まあ、売り上げから言うと甘い生活の方なんで、で、あれが1974年の頃ですから、このライブ自体は1978年で4年経ってるところなんで、さあこれを当時の会場に詰めかけた野口五郎ファンの皆さんがどういうふうに思ったか、そこはちょっと興味あります。歌はもう安心して聴いてられるというか、やっぱり一番の僕の部屋でもう一度の下りの高音部とか、さすがは野口五郎という歌声を聴かせてくれます。ただ素晴らしいなと思った一瞬で、ワンコーラスだけでほぼ終わりますんで、あれって思うところは、ひょっとしたらもっと聞きたいと思う人はいたかもしれませんが、逆に言うとそれをたっぷり聞かすということはこの世界には必要ないんだよというふうに庄司先生や他のスタッフが判断したようにも思えます。今日はライブ版トークの中で、2枚目の5曲目になります私鉄沿線取り上げてみました。それでは失礼します。